マクラーレン MP4 から28は、マクラーレンが2013年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカーである。2012年の MP4 から27は、パフォーマンス面では成功作となったが、マクラーレンは2013年シーズンに向けて、広範囲にコンセプトを変更した、MP4 から28を投入した。 MP4 から27ではすでに開発の限界が見えており、今後のシーズンを通して開発を進めるために変化を選択した。MP4 から27では低いモノコックに段差のないノーズを装着していたが、MP4 から28ではモノコックを高くした上で、上面に化粧板をつけて段差をなくしている。チームの説明ではパネル装着による 重量面のデメリットはほとんどないとしている。また、空力面で得られる利益を検討した結果、フェラーリが前年の F2012 で導入したプルロッド式フロントサスペンションに追随することになった。車体側のマウント位置が高く、サスペンションアームにはフェラーリよりも急な下半角が付けられている。サイドポンツーンは先端位置が後退し、コクピットサイドに 側面衝撃吸収構造がせり出すような格好になった。また、他チームにも模倣されたバルジ型のコアンダエキゾーストを継続使用している。車体性能はこれまでにない不審ぶりで、入賞はあれど上位には食い込めず最高位は最終戦でのバトン4位表彰台なしは1980年以来のこととなった。コンストラクターズ成績も2から4位の300点台に、 大使100点台の総合五位に落ち込んだ。ペレスはバトンと比べ成績が劣った上、無理なオーバーテイクを幾度か起こしたことで、チームからの評価を下げてしまいわずか1年でチームから放出された。ただ、彼のスポンサーであるテルメックスが翌年のメインスポンサーになる可能性があったため、彼の残留も考えられていたが、育成ドライバーのケビン・マグヌス戦の起用を優先されたため、 続投は見送られることとなった。ただし、車体性能は低かったものの3回の乾燥扱いを含めた結果、その年度の F1 世界選手権に全て参戦して、両ドライバーともに全線乾燥した唯一の車両であった。ソース、ありがとうございます。